ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。6月21日、ウクライナ復興会議に出席するためイギリスを訪問していた林芳正外務大臣は、ジェームス・クレバリー英国外務、英連邦開発省と外相会談を行いました。冒頭、林外務大臣から英国によるウクライナ復興会議の辞意を得た開催に対して敬意を表する、日英広島アコードを踏まえた日英関係の一層の緊密化に向けて連携していきたい旨述べました。クレバリー外相からウクライナ復興会議への参加への謝意が述べられ、先月の日英首脳会談を踏まえ、日英関係を一層強化していきたい旨発言がありました。林外務大臣から、安全保障分野においては日英部隊間協力円滑化協定の早期発効を目指して引き続き緊密に連携していくとともに、同盟国同志国との連携の強化を進めていきたい旨述べました。環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定 CPTPP について林外務大臣から、今後英国が加入することを歓迎する旨述べるとともに、両外相は戦略的観点を踏まえて率直な議論を行いました。両外相は経済安全保障の分野における連携や人的交流の活性化に向けた取り組みを続けていくことを確認しました。両外相はロシアによるウクライナ侵略への対応について、ウクライナに公正かつ永続的な平和を実現すべく、厳しい対ロ制裁と強力なウクライナ支援を継続していく必要があることについて一致しました。また両外相は中国や北朝鮮を含む東アジア情勢について意見交換を行い、核・ミサイル問題や拉致問題を含む北朝鮮への対応等においても引き続き連携していくことで一致しました。続いて同日、林外務大臣は同じくイギリスにおいてミホル・マーティン・アイルランド副首相兼外務・国防相と外相会談を行いました。冒頭、林外務大臣から日・アイルランド首脳共同声明に基づき両国関係の一層の緊密化に向けて連携していきたい旨述べた上で、国際安全保障環境が厳しさを増す中、同志国の連携が一層重要であり、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化に向けて連携を強化していきたい旨述べました。マーティン副首相から、日・アイルランド関係の一層の強化に向けて
林外務大臣と連携していきたい旨発言がありました。両外相は2025年の大阪・関西万博の機会等も活用し、二国間のビジネス関係や人的・文化交流等の一層の強化に向けて取り組んでいくことで一致しました。両外相はロシアによるウクライナ侵略への対応について、厳しい対ロ制裁と強力なウクライナ支援を継続していく必要があることについて一致しました。また両外相は中国や北朝鮮を含む東アジア情勢について意見交換を行い、核・ミサイル問題や拉致問題を含む北朝鮮への対応等においても引き続き連携していくことで一致しました。翌22日、新たな国際的開発資金取り決めのための首脳会合に出席するためフランスを訪問していた林外務大臣は、カトリーヌ・コロンナ仏欧州外務省と外相会談を行いました。冒頭、林外務大臣から、大臣就任後初めてパリを訪問できたことを嬉しく思う旨述べつつ、新たな国際的開発資金取り決めのための首脳会合を開催したフランスのイニシアティブに敬意を表する旨述べました。また前日にパリ中心部で発生した爆発について心からお見舞いを申し上げる旨述べました。コロンナ外相からは、 G7 広島サミットおよび G7 長野県軽井沢外相会合の際の日本のホスピタリティに謝意を表しつつ、日本との間で協力を一層強化していきたい旨発言がありました。林外務大臣から、日仏関係が安全保障、防衛、経済、科学技術、地球規模課題への対応、文化、人的交流等の幅広い分野で進展していることを歓迎する旨述べました。両外相は外交分野における経済安全保障に関する作業部会を立ち上げることで一致しました。また両外相は仏フリゲート艦ロレーヌの東京港への寄港と、海上自衛隊および航空自衛隊との共同訓練に見られるような具体的な協力を引き続き推進していくことで一致しました。両外相はロシアによるウクライナ侵略への対応について、ウクライナに公正かつ永続的な平和を実現すべく、厳しい対ロ制裁と強力なウクライナ支援を継続していく必要があることについて一致しました。また両外相は中国や北朝鮮を含む東アジア情勢について意見交換を行い、核・ミサイル問題や拉致問題を含む北朝鮮への対応等においても引き続き連携していくことで一致しました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次は今週の一曲です。今週は1974年のヒット曲、伊藤咲子でひまわり娘をお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。伊藤咲子でひまわり娘をお聞きいただきました。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。